東京スカイツリーの開業1周年を記念した特別列車の運行が今日から始まりました。下町トレインと名付けられたこの列車は東武亀戸線で今日から8月31日まで運行します。沿線の街並みを描いた特別ラッピングの車両は内装も東京スカイツリー一色。今日は沿線に住む子どもたちが一日駅長に扮し、東京スカイツリーのキャラクター空からちゃんとすこぶるぶるとともに特別列車の PR を行いました。初めて乗る下町トレインに子どもたちも興味津々。時折ビルの合間から東京スカイツリーが見えると子どもたちから大きな歓声が上がりました。東武鉄道などは特別列車に乗って東京スカイツリーだけでなく周辺の下町散策も楽しんでほしいと PR しています。